障害を検出、緊急停止します。状況は分かりません。何かの安全機構です。気をつけろ。あそこで優秀な兵士が大勢命を落とした。死亡したパイロットを検知、フラクチャー作戦で活躍した優秀な戦士だと記録されています。フラクチャーとは？フラクチャーは惑星ビクターでミリシアが行った補給作戦のコードネームです。大きな損害を被ったものの艦隊は存続しました。くそ。正常なアップリンクターゲティングモジュールを検知、北東428メートル。私の分析では選択肢はただ一つ、あなたを向こう側へ投げることです。自信はあるのか？成功率 68% です。残りの 32% は？失敗する可能性が 32%。 その場合、激しい外傷、大量の内出血、複数の複雑骨折や四肢の切断も考えられます。また感電と毒性の気に落ちて溶解する可能性もあります。風速3ノット、方角274、距離372メートル、重量89キロ。信じて。危ない、これじゃちびっちまうぜ。了解、替えの制服を要請します。リヒター、こちらブリスク。いや、気がついた。あの鬱陶しいパイロットがビーコンを使うつもりだ。終わらせてくれ。頼んだぞ。以上。全警部隊、こちらリヒター。ビーコンへ向かえ。あのクライネマンを探せ。ブラスミヒニッカンゲン。 IMC のドロップシップが向かっています。了解、ブルーマスキングマン突入せよ。アルファ2、地上に兵を展開。キロ14、そちらへ向かう敵パイロットを見た。応答せよ。キロ14、聞こえるか？キロ14、応答せよ。全ユニット、キロ14が応答しない。第4ビーコンで交戦に備えろ。了解、第4ビーコンのクレーンで迎撃待機。ターゲティングモジュールを検知、稼働で確認を。ズール16、第4ビーコンのクレーンチームは全滅。パイロットが送信しようとしている可能性がある。ズール16よりリヒターへ。パイロットの目的は不明。我々をタイタンから離すつもりか？ない、パイロットを狙え。タイタンには別の作戦がある。操作盤に着きましたね。アンテナに手が届くよう一番右へ動かしてください。アルファ2は始末したか？状況を報告する。以上。リヒターへ応援を要請。敵パイロットはまだ第4ビーコン付近。以上。応援だと？ああ、キュピシャ、アリチシバカ。応援も。メンテナンスモードに移行。
対タイタン部隊です。支援を要請。修理前に周辺の確保を推奨します。ナイスショット。ストーカー撃破。標的を排除。周辺を確保。大丈夫ですか、パイロット。向かうところ敵なしだな。戦場にはまだ敵の反応があるようです。敵の生体反応を詳しく調査しますか。面白いな。なかなか面白い。そうでしょうか。プロトコル2、任務更新。アップリンクモジュールを交換せよ。モジュールのソケットはアンテナの頂上にあります。投げた後さらに登る必要があります。ブリスク、こちらスローン。なんだ。ケインとアッシュは死んだ。誰かがあなたの傭兵を殺しているわ。それと私たちの無線が一つ盗まれてる。あんなグズたちを雇うからよ。おう、パイロット。クーベン・ブリスクだ。ずっと盗み聞きしてたのか。英雄気取りか。いいだろう。上等だ。何度でもかかってこい。だが俺がお前ならそんな力は使わない。長生きしたい。モジュールを取り付ければアンテナは自動的に方向修正します。接近。ミニシア部隊、制御室をロックダウンしてください。脅威を検知。了解。ロックダウンだ。援護する。
検知、敵対弾の可能性があります。 IMC ヘイレス、俺は今誰か昇進させてやろう。誰かどちらでもいい、好きだ。レーザー光はレディ。ヤスを生きて逃がす。皆殺しにしてやるからな。まだ終わりじゃないぞ、ミリシア。来い。敵対弾を撃破。本当の戦いを見せてやろう。貴様の力を見極めて。おう、アイクワイラユミ。推奨します。全システムは正常。クリニエル起動だ。あ、送信シーケンスを起動。成功。送信エネルギー 25% 上昇中。 60% 順調。あと少し。 80% 信号強度最大。通信可能。データストリームをブロードキャストし応答を待っています。船にまだ誰かいればいいか。了解。こちらミニシア SRS 特攻兵団所属ブリックス司令官、身分を認証せよ。ブリックス司令官、こちら BT7274。 プロトコル2、任務を執行。 SRS 部隊の付属艦隊に機密情報を報告。了解。あなたたちがまだ無事でよかった。今データを受信してる。BT7274 確認する。データレコーダーには元のパイロットは戦死したとあるが。はい、対ラスティモーサ隊は戦死しました。現在は臨時パイロットのジャック・クーパーとリンクしています。待って、ライフルマンにリンクさせたの？はい、やむを得ず。まあいいわ、適任のパイロットに再配属しましょう。異議あり。私のパイロットはクーパーです。戦闘効率評価は 90% を超えました。リンク維持の許可を要請します。この状況じゃ仕方ないわね、 BT。 では認可します。 BT からの評価も高いわね。スキャンしたアークのデータでエネルギー特性を追跡できたわ。発信源はここタイフォンの IMC 基地よ。もう時間がないわ、行きましょう。スタルウェイトは強敵にロック、援護を。